メルヒオールファン・サントフォールとは、江戸時代初期のオランダ人貿易商。1600年リーフデ号で、日本に到着し、パタニ王国と行き来した後、堺を拠点に貿易を営んだ。 1615年大阪の陣を避けて長崎に移り、1639年鎖国令でバタビアに追放された。1570年頃生まれ、1598年6月リーフデ号初期としてロッテルダムを出港し、1600年4月19日、文語国助市政に到着した。ウィリアム・アダムスに付き添って大阪に護送され、日本に定住した。 1605年12月2日元船員、ヤコブ・クワッケルナックと、オランダ将官のあるパタニに渡ったが、将官は休業状態だったため職は得られず、1606年には、日本へ戻った。間もなく、パタニに戻り、1608年2月シャム、駐在商務員ランベルト・ヘインとシャムに渡り、日本に戻った。慶長14年7月25日、 徳川家康衆院上1609年7月1日、ピーテルフェル夫婦の指揮する、オランダ東インド会社船、ロートレイウメットペイ連合と、グリフィウン号が平戸に来航すると、通訳を引き受け、アブラハム・ハンデンブルークとニコラス・ポイクのスンプ・サンプに、同行し、徳川家康に越見して、通称協定を締結した。キロ・ムロツで別れ、堺で商売を営んだ。 1611年大阪で、ヤックススペックスとセヘルスゾーンのスンプサンプを助けた。1613年4月末、ヤンヨーステント某国へ通称したとき、許可なく城壁内に入ったため、日本人、仙人8名が殺された。1614年7月25日シャムから帰国すると、間もなく大阪の人が、勃発、1615年夏の人の噂が立つと、 長崎に転居し、召喚に属さない自由市民として活動した。その後、キリスト教弾圧が強まる中で、第一線を退き、乱日関係の最盛期を知る長老として慕われた。1637年トンキンへ出港したや、鳩船がサントホールト号と名付けられ、1638年トンキン付近のサスで座礁すると、座礁地はサンホールトのサスと名付けられた。 1639年の鎖国令で西洋人裁女が国外追放となると1639年10月31日、一家でブレダ号で出港し、台湾に1ヶ月滞在し、1640年1月1日、バタビアに到着したが、翌1641年死亡した。ありがとうございます。